2010年、大相撲は野球賭博の問題で大揺れに揺れた。親方、力士30カ所が警察の捜索を受けた。観客チケットが払い戻せ、スポンサーの撤回が相次いだ。その相撲協会で、また問題が持ち上がった。売国自民党の犯罪容疑者の萩生が、相撲協会を己の宣伝に利用したのだ。相撲協会は公益団体で税金が優遇されている。何でもごっちゃんです。では済まないのだ。萩生は裏金問題の犯人だ。国民の萩生に対する怒りは収まらない。また、日本のカルト歴史問題で最悪の統一教会問題に萩生は深く関与している。日本の庶民を韓国のカルトに売り飛ばすという売国奴である。そういう萩生と一緒にパレードするなどあってはならないことだ。相撲協会は10年前の野球賭博問題と同じく存続、解散が問われるだろう。相撲協会は売国自民党とか暴力団、反社とは一切関わらない。とはっきりと宣言を出すべきだ。